おかしいってこれやばくない？回復早すぎやからマジで。バカめバカめ一位とこ仕掛けてるっしょ。あれ、それやばくね。あ、引っかかるね。最短距離のやつは引っかかるから、これ。クロノクロさん、血が悪くなっとる。わら。うら、もうつっちゃうか、めんどくせえ。結構奥につってみようか。別にもがいてないぞ。じゃあ近い行こうぜ。トンムラさん、中国人、回復が早い。何も問題ないあるよ。これ近くってこと。あ、気づいた気づいた気づいた、こいつ気づいちゃった。気づいた、やべえ、これ地下だっつって、やべえこれ地下だっつって。助け行ってないぞ、あいつ助け行ってないぞ。白状すぎないか。お、助け行った。救助意識が低いね、味方一人。あ、それ救助いってるっしょ、あれ。救助いかないのかな。救助した。ちょっと待った、ん？これはおとりですよね。僕知ってる、そのパーク。そのパーク知ってます、僕。おとりですよね。おとりですよね。ロッカー入ったがバレちまう。マイナーパーク知ってます、僕。使ってましたんで。ロッカーに発電機、最新触った？最後に触った発電機かな。いた。おとりは最後にね、触った発電機を、ロッカー入ると通知いっちゃうやつなんですよ。触った発電機に。トンムラさん、本当にマイナーなパークだ。でしょ？おとり。これ、ほら。この人だよ、この人。だから、あれ、明らかに助けたのに、ロッカー入っちゃったからバレちゃったんすね。おとり弱くね。そう考えると弱くね。うん、使ってないと分かんないから、でも。けどあの爆発はちょっと明らかに不自然だよね。